皆さんこんにちは。 JC 奈良福音教会の緒方健一と申します。本日は2022年7月9日土曜日です。本日の聖書の箇所はコリント人への手紙第2、1章23節から2章の11節です。罪に対する処罰と許しにより喜びを回復する共同体というテーマで、このところから神様の語りかけられる声を共に聞いていきましょう。コリント人への手紙第2、1章23節から2章11節。私は自分の命にかけ神を証人にお呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのはあなた方への思いやりからです。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。あなた方は信仰に固く立っているのですから。そこで私はあなた方を悲しませる訪問は二度としないと決心しました。もし私があなた方を悲しませるなら、私が悲しませているその人以外に誰が私を喜ばせてくれるでしょう。あの手紙を書いたのは、私が訪れるときに私に喜びをもたらすはずの人たちから悲しみを受けることがないようにするためでした。私の喜びがあなた方すべての喜びであると、私はあなた方すべてについて確信しています。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛をあなた方に知ってもらうためでした。もしある人が悲しみをもたらしたのなら、その人は私を悲しませたのではありません。むしろ言い過ぎにならないように言えば、ある程度まであなた方すべてを悲しませたのです。その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから。あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。そこで私はあなた方にその人へのあなた方の愛を確認することを勧めます。私が手紙を書いたのは、あなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうか試すためでした。あなた方が何かのことで人を許すなら、私もそうします。私が何かのことで許したとすれば、あなた方のためにキリストの御前で許したのです。それは私たちがサタンに乗じられないようにするためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。今日もコリント人への手紙第2を見ていきます。今日の箇所では教会が罪の問題に直面して、それと向き合う時の大切な原則が表されています。私たちはこれをしっかりとまっすぐに受け取りたい、そのように思わされます。まず23節から24節です。ここは先日の話の続きと言えます。お読みします。私は自分の命にかけ神を証人にお呼びしています。私がまだコリントへ行かないでいるのはあなた方への思いやりからです。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。あなた方は信仰に固く立っているのですから。パウロは神様の御心に従ってコリントへ行かないことを決めたと、ここでも言いますけども、
それに加えて、それはあなた方への思いやりからだとはっきりと語ります。そしてさらにこう加えます。それは結果として人間的なもので支配してしまうようなことにならずに、あなた方の喜びのためだというんですね。信仰にしっかり立っているので、あなた方が主に信頼して教会で起こる問題に立ち向かって、そしてそのことによって主からの喜びが回復するためだと、そうパウレは言っているんです。そして2章に続きます。2章の1節から2節です。そこで私はあなた方を悲しませる訪問は二度としないと決心しました。もし私があなた方を悲しませるなら、私が悲しませているその人以外に誰が私を喜ばせてくれるでしょう。パウロが以前コリントを訪問した後ですね、コリントに何らかの問題が起こったということがわかりますし、それが悲しみで終わってしまっているということがわかります。問題を起こした人が悔い改めることなく終わってしまったということだと言えます。だから、もしここでパウロが自分が行くならば、その人が処罰されるか、あるいはそのものが除外されることになるので、私は訪問しない、そういうことを決心したとパウロはここで語っています。そして3節から4節に、そのようなことにならないようにコリント人への手紙として記されているものではないもう一つの手紙を涙ながらに書いたと語るんですね。それはその人たちが悔い改めて悲しみではなく喜びをもたらすためだったと、さらにはパウロの愛を知ってもらうためだったと、そういうふうに語るんですね。私はここを読んで改めて覚えさせられました。私たちが教会の中で、共同体というものの中で、兄弟姉妹の中で罪という問題に直面するとき、それを軽く見ないのはもちろんですけども、その逆にただ処罰することが目的になってしまうことのないように、悲しみだけで終わらせることのないようにということを覚えておかなければならないということです。そしてそこから悔い改めへと導かれて、その人の喜びとなって、それが教会全体の、共同体全体の喜びとなることが目的となる、そうならなければならないということです。そしてそれは私たちが主からいただいている決して人間的な博愛主義的なものではない愛を土台にするということだということです。当たり前のことではありますけども、そのことに私自身このところから強く迫られました。しっかりと覚えたいと思います。そしてパウロは続きを語ります。5節から7節です。もしある人が悲しみをもたらしたのなら、その人は私を悲しませたのではありません。むしろ言い過ぎにならないように言えば、ある程度まであなた方すべてを悲しませたのです。その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとあの人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。ここから分かることはですね、この何のことかは細かく分かりませんけども、罪のことで、パウロを、コリントの教会を悲しませた人は、おそらくですけども、パウロが涙ながらに書いて送った手紙によって、悔い改めて、そしてその後受けるべき処罰も十分に受けたということです。ですから7節でパウロは、もう一つの重要なコリントの教会だけではなくて、現代の私たちの教会もしっかりと覚えておくべきことを語っています。その人を許し、慰めてあげなさい。そして続けて8節で語ります。そこで私はあなた方にその人へのあなた方の愛を確認することを勧めます。主に愛されている、許されている者同士の間にある愛を確認して、もう一度この恵みに生かされている者、その共同体としての喜びが回復するところへ向かうようにとパウロは進めるんですね。本当に単純で
私たちは頭でよく分かっていることかもしれませんけれども、罪に対しては妥協することなく清さを追い求めていくことが重要であるのと同時に、私たちは許し合い、恵みに生かされている喜びが回復されていくということを主が最も望まれているということを覚えて、そこに歩むということを決して忘れてはならないということです。今日の箇所の最後である11節でパウロはこういうふうに言います。それは私たちがサタンに乗じられないようにするためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありませんと。このサタンは許しと回復をさせずに、共同体である教会が愛を失って崩壊することを望んでいるんですから、このことをしっかり覚えていなさいとパウロは言うんですね。本当に大切なことです。私たちはそのように教会に起こる罪の問題にふさわしく対応することができるように、いつもそれぞれが次のこの一点から目を離してはならないと思うんですね。それは自分がどのようなものであったときに、主の方から私のところに来てくださって、愛して許して救いへと導いてくださったのかということです。そして恵みのうちに喜びあふれる今の人生へと、その歩みへと入れられたのかということです。ローマ人への手紙の5章6節と9節にある通りです。本当にそのように思います。こうあります。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私は自分自身へのメッセージとして、このことをたびたび教会のメッセージや祈祷会のメッセージの中で語らせていただきます。このことを私自身確認するたびに、この主の考えられないほどの愛と憐れみと、そして許しの恵みの大きさに圧倒されてですね、ひれ伏し、へりくだらせていただくことができるんです。今日この時もう一度ですね、自分の今ある恵みの人生に入れられたそれぞれの原点を思い起こして、今日のタイトルの通り、喜びを回復する共同体としてあり続けさせていただきましょう。サタンは今日も共同体である教会から愛を、喜びを失わせて立ち行かないようにさせようと、巧妙な策略を持って私たちの隙を狙っています。今日先ほど言いました通り、もう一度そのような中で自分の救いの原点を思い起こしましょう。許しの恵み、計り知ることのできないほどの神様の大きな愛を覚えさせていただいて、喜びを回復する共同体として歩ませていただきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの許しの恵み、その愛の深さに心から感謝いたします。私たちはそれを思うたびに、その大きさに、計り知れないほどの大きさに圧倒されます。ひれ伏す思いです。今日もう一度私たち一人一人が救いの原点に立つことができますように、あなたの恵みを、あなたの許しの恵みを確認することができますように、どうぞ助けてください。そのことを覚えて、もし教会の中に罪の問題が起こるときには、そのことを覚えて、私たちがあなたの愛に立ってふさわしくそれに対応していくことができますようにお導きください。そして私たちがいつも喜びを回復する共同体として歩み続けることができますように、どうぞお導きください。感謝して、すべてをあなたの御手に委ねて、イエス・キリストの素晴らしいお名前を通してお祈りいたします。アーメン。